はい、でなんかラーメン以外のなんかおすすめのやつあれば。ハンバーグとカレーとか。いやーこれ贅沢ですよ、この時間で。プレート、うん、これいいですか。うわうわ、おいしい。はい、というわけでもうこれ深夜の、深夜じゃないな、11時ぐらいですね。お店とかほとんどもうそのバーとかそういう関係のお店が中心になってくるんですけど、ね、もう大体明かりついてるのってもうなんかザ・バーっていう、それぐらいしかない。でこれがね本当に心斎大寺町商店街ということで、これ表町のね、表町商店街の一部になるんですよね。でもここがなんかほぼメインみたいな、ね、そうですね、この辺がもう結構栄えてるというか、うん、飲み屋さんが多いと。表町の中でも飲み屋さんが多い。あ、そうですね。でこれ焼肉、まあね、いろいろありますけど、この時間帯でも食べれるとこあったりとかいう場所なんですよね、この心斎大寺町商店街。あの視聴者さんでこれもしかして、もっと東側の西大寺の方の、あ、そう勘違いするよね、がいますけど、これ岡山市内なんですよね。まあいろんな文化があってそういう感じになってると思うんですけど、今日はねまた前回もうほんま最近行ったばっかで申し訳ないんですけどとんまつと、とんまつラーメンさんに行こうかなと。めっちゃ気になっとった。まあ、このラーメン、たね、あのラーメンいいんですけど、それ以外の食べ物も料理も美味しいということで、今回はもうめちゃめちゃ失礼ですけど、ラーメン屋さんに、ラーメン屋さんでそのちょい飲みセットみたいな感じで行こうかなということで、やっていこうかなと。やってるかな、もう日曜日なんですけどね。お、やってますね。千日センター街ということで、日曜日のこの遅い時間でもやってるということで、本当になんか楽しみというか、ラーメン餃子早速こちらの方にねやってきたんですけど、まあ人がいたらちょっとあれなんですけど、結構賑やかですね。うん、ざわついてますけど、これもう2度目のちょっと。半分が結構半分ぐらい。半分1個半分。私醤油ラーメンでいいの。どんな醤油ラーメンなの。全部一緒になったらおすすめ。ハイボールで。ハイボール。はい。ハイボールで。2つな。はい。でなんかラーメン以外のなんかおすすめのやつあれば。ハンバーグが食べてきた。ハンバーグとそれから卵な。はい。ハイボール。ハイボール2つ。いいっすね、なんかね、うん、ね、太陽がな、ヘラヘラ表面を踏んで、しょうがねえな、いい感じっていうか、もうめちゃめちゃ明るいってわけじゃないから、なんかちょっとこのほんわかした中でゆっくり喋れるですね。そう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 、喋りながら飲みながら、ハイボールいいね、ハイボール、コンバーマンのなんか、なんですよこれ、僕黒好きでしたね、僕なんか白もいいんですけど、なんか黒のなんかやつも好きでしたね。煮込んでね、これなんか何人プレイとか、なんか黒みたいなね、うわっ、うん、そんな俺食うと思うからいいけど、もう好きやけど、とことんですよ。ボディーの本体ちょっとありました。ハイボール今日楽しんでますね、だいぶ ね、 ね、いい感じで、ね、ちょっと協力いろいろいただいたの、いい濃さ、いい濃さ、うん、病気になる、ね、これもう締めの濃さだ、元気になったね。お、ほら、これちょいこれもう、あ、うん、うん、あ、うん、いいねこれ。
結構あれみんな馴染みのお客さん。本当に俺72時間見てるみたい。すいませんねマスター、ありがとう。あがっつりラーメンじゃなくて、あのちょっぴりラーメンみたいな。ちょっと待って、やっぱ、やっぱ。すごい。うわすごい。いただきます。いやーこれ贅沢ですよ。この時間にプレート、うん、プレートでいただけるっていう。本当食ってる。なあもうもう。濃いわけじゃないですか、うん、ちょうどお酒と合う濃さ、あで ちょうどやんばいってやつね。でお酒飲んでる時って多分その噛むのがめんどくさいじゃないですか、うん、なると思うさ、でも柔らかいんですよ。美味しいです、美味しいですね。ちょっとでいいんですね。いいいい、これちょっとでいけるけど。でも、そうですか。なんか、ハンバーグってさ、その、なんだろう、玉ねぎとかいろいろこう入ってるけど、ちょっと硬いイメージだけど、これは柔らかいってふわふわしてる。そうですね、卵もそうなんですけど、なんか、ふわふわしてる。胃に優しい。だって、ゴツゴツしてたら、胃がしんどいじゃないですか、お肉とか。ハンバーグ溶ける感じで、そうです。岡山の締めで食べるハンバーグいたらこれ、うん、確かに間違いないですね。間違いない。これはもう食べるよ、食べる、うん、やべえ、めっちゃうまい。これ卵の黄身を潰す時のね、やばい。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。これいいですか、うん、OK です。うわうわ、これうまいやつやん。ちょっとね、これいただこうかな。これね、結構ねとろっとろやん。見てください、これ。うわうわ、ああやりましたねこれ。いや結構重いですねこれ。重量感ある。いいです。ゆい。熱い。あ、なんかね、たこ焼きみたいに。ポケモンで行けばいいかな。これ。ですよね。ね、もうでも勢いついて。めちゃめちゃお元気で本当に。見習いたいし。いやそうなりたい。ケッての。やったね、今まで飲んだやつの別のやつと。いろいろある。え？あ、このお酒420円って書いてるのよ。これは日本酒だ。日本酒ですか？あ、じゃあそれ。はい、なんか美味しい。すごいこれ。妖怪変えるんかも。
美味しい。美味しい。味というか、味というか、この。なんか勢いが。甘くて辛くて？いや、飲みやすい。飲みや、甘口ですね。甘口ない。ちょっと。これいいんだよ。はい。何回出ますよ。はい。出ますよ。大丈夫。正月はちょっと早めに出します。ああ、ありがとうございます。手羽先。でも、わーって言えば、いいんだけど、ありがとうな。ありがとう。感じやったね。うん。うん、うん、うまい、言ってない。うん。うん。また仕事だけ、もうかけてようかな。あのね、なんか一人も向かってね、あったから、いろんなこと言ってくれるんで嬉しい。でした。また、はい、また来ますね。はい、すいません、いろいろさ、また、はい。いや、お腹いっぱい。ね。幸せ。今日食べました。今日もほんまにもう。いや、いいね。このこれ。あ、これ。今ないよね、あんま食品サンプルっていうのかな。ですよね、これ見ただけでもお腹いっぱいということで。だってなかなか言わんよ、自分でうまいって。ですよね、うまい。美味しいもんね。逆に来てまた行こうかなって思うし。いうわけでね、この千日センター街の中にある、うん、ほんまにまた行って、なんだろうな、申し訳ないじゃないですけど、じゃ逆に気になってたから行ったんですよね、うん、スパンがちょっと早いかもしれないですけど、まあなんかちょい飲みみたいな感じでね、ちょい飲みで思わなかったですけど、いや、まあ前回来てた行った時になんかラーメンを食べてる方があんましじゃないですけど、逆になんか定食じゃないですけど、確かにラーメンも美味しいけど、そのなんサイドメニュー、そうです、そこをやっぱ狙って今日は行ったということで、めっちゃ美味しくね、めっちゃ美味しく、めっちゃ美味しく、ちょっと酔っちゃいましたけど、というわけで今日は心斎大寺町、商店街に来たということで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。